食料不足発生、天保の飢饉です。さあ本日も始めていきましょう。徳川幕府という形になるんですが、もう外国船がやってきて国の一大事だってなってる時に、悪いことっていうのは連発して重なってくるという形になるんです。そうして国が転覆していくという形になるわけなんですけれども、ここでもやっぱり大変な事態っていうのが起こります。これは何かっていうと、天保の飢饉ということになります。今までの要するに飢饉と特徴的に違うのは何かっていうと、長いこと食料不足が発生するということなんです。いいですか。これは気候が変動してしまったということになるんです。まあ太陽活動の活発化とか、そういういろんな現象によるんですけど、気候が今までの変形、今までの状態とガラッと変わってしまうという状態がたまに起こります。これは地球上に何年かに一遍とか、何百年に一回とかいうケースで必ず起こります。で、こうなってしまうとどうなるかっていうことになるんですが、食料不足っていうのが発生してしまうんですね。食料不足っていうのが発生してしまいますということね。で、食料不足が発生すると人間生きるか死ぬかになりますから、必ず暴動を起こしたり打ち壊しが起こったり百姓一揆が起こります。また、食料が不足するというふうな話になってしまうと、経済も打撃を受けるというふうな形になるんですね。だからここすごく大事なところなんです。つまり、天候不順がずっと続きましたって形になって、食料不足が発生しましたってなると、必ず飢饉というのが起こります。で、天保の時に行われたから、天保の飢饉という形になるわけですね。この天保の飢饉の食料不足をきっかけにして、幕府がさらに弱体化していくというふうな形になるわけですね。もうそろそろこう滅びの時期を歩み始めた徳川幕府というふうな形になっていきます。じゃあ次回はですね、天保の飢饉によって改革が行われますとか、誰が反乱を起こしたんですかということについて見ていきましょう。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。